GNU,Linux 名称論争とは、一般に GNU のユーザーランドと Linux カーネルを使用しているシステムの多くが、単に Linux と呼ばれていることについて、そのシステム GNU のコンポーネントが、システムの主要な部分のほとんどを占めていることから、GNU,Linux と呼ぶべきか、それとも単に Linux と呼ぶべきかという論争である。GNU プロジェクトは、 1983年にフリーソフトウェア財団の創設者であるリチャード・ストールマンによって立案された。この年の9月、ストールマンはドクター・ドブ・エス・ジャーナル市場において彼の新しいプロジェクトの詳細と彼のフリーソフトウェアに対するビジョンに関する声明を発表しソフトウェア開発は1984年1月に始まった。GNU はてを フリーソフトウェアで構成した完全なユニックス、ライクオペレーティングシステムとすることになっていた。1991年までには、オペレーティングシステムの中間層部分はほぼ完成し、上位層は、X ウィンドウシステムによって供給することができたが、階層は、ほとんどが欠けたままだった。GNU カーネルの GNU ハードはその野心的な、 設計が予想以上に実装困難であることが分かり、この時点ではまだほとんど使い物にならなかった。1991年、最初のバージョンの Linux カーネルが、リーナストーバルズによってリリースされた。初期の Linux カーネル開発者は、GNU-C コンパイラを含む GNU のコードを Linux 上で動作するよう移植した。後に、GNU 開発者が Linux を知ると、 彼らは GNU の他の部分を Linux カーネルに対応させた。この作業は完全にフリーなオペレーティングシステムを動作させるための最後のギャップを埋めることになった。その後数年にわたり Linux カーネルと GNU コンポーネントを使用したオペレーティングシステムの名称に関する多くの意見があった。1992年。 ユグドラシル Linux ディストリビューションは Linux GNU X という名称を採用した。早くも1992年にはユースネット及びメーリングリストでの議論の中で GNU Linux という名称案が1993年には GNU Linux という案が出された。1994年初頭には d e ア i a n プロジェクトが故障を GNU,Linux へ変更した。デビアン創設者のヤン・マードックは後に、この変更は、ストールマンの要請によるものだったと語っている。1994年6月の GNU,S ブレティンでは、Linux という名称で、386マシン用のフリーなユニックスシステムとして説明しているが、1995年1月のブレティンでは、GNU、 リナックスに切り替えられている。ストールマンと FSF は1994年頃から名称に GNU を含めさせるための行動を開始したが、伝えられるところでは、それは1996年まではもっぱら個人的なコミュニケーションを通してのものだった。1996年5月、ストールマンは GNU Emacs 19.31をリリースした。 際にオートコンフのシステムターゲットを Linux からリ i g ッ u x へ変更し、エッセイ、Linux&TheGNU システムの中で Linux ベース GNU システムという言葉を使用するよう提案した。彼は後に GNU、Linux のみを使用するようになり、このエッセイはストールマンの1997年のエッセイ。 Linux and the GNU プロジェクトによって破棄された。Unix-like l i n u x ベースオペレーティングシステムは、Linux カー r n e l GNU プロジェクトにより開発されたソフトウェアおよび相当量の X-Window システムのような他社によるソフトウェアなど多くのコンポーネントで構成されている。ほとんどすべての l i n u x ベースのデスクトップおよびサーバーシステムは、 GNU-C ライブラリー、g n u コアユーティリティおよびバッシュといった GNU コンポーネントを使用している。代表的な Linux ディストリビューションである RedHatLinux 7.1を構成するパッケージのソースコードの分析において GNU プロジェクトによるパッケージの合計サイズが Linux カーネルのそれよりはるかに大きいことがわかった。 オペレーティングシステム自体を構成するものとは何かを正確に定義づけることは継続的に議論されている問題である。その一方で、いくつかの携帯機器などで使用されている組み込みシステムでは、スペース効率を考慮して設計されており、GNU コンポーネントを伴わない Linux カーネルが使用されている。m l i n u x が動作するシステムでは、グリブックの代わりに、 UCLIBC がコリユータルズの代わりにビジーボックスが使用されているものもある。FSF を含むすべての人々はこれらのシステムを GNU、Linux と呼ぶことは適切ではないという意見で一致している。FSF によるヌートタックスのアートワークは GNU、Linux における彼らの視点を表している。ほとんどの GNU ソフトウェアと同様に リナックスカーネルでも使用されている GNU ゼネラルパブリックライセンスがそれぞれのキャラクターをよろう。FSF はそもそも GNU プロジェクトが実際に完全なシステムの開発を行っているとので GNU、Linux という名前を推奨しリナックスカーネルが最後のギャップの一つを埋めたと主張している。そのようなシステムで 相当量の GNU コンポーネントおよび GNU ソースコードが使用されるということは二次的な議論である。つまり、あなたがシステムの名前を選ぶときに誰がそのプログラムを書いたかに基づくとするならば、たった一つの最適な選択は GNU になるだろう。しかし、我々はそれがこの問題について考える正しいやり方だとは思わない。 GNU プロジェクトは特定のソフトウェアパッケージの開発プロジェクトではなかったし、今もそうではない。多くの人々はこのシステムでのフリーソフトウェアに素晴らしい貢献をしたし、彼らはすべて賞賛に値する。しかし、それが統合システム、便利なプログラムのコレクションではない、であるのは GNU プロジェクトがそれを一つにまとめ上げようとしたからだ。 我々は完全なフリーのシステムを作成するために必要なプログラムのリストを作成し我々はそのリストにあるすべてを体系的に書いたか書く人々を探し出したリチャード・ストールマンさらに FSF も GNU、Linux は我々の理想主義が我々のコミュニティを築き上げる役割を担っていることを認め 報酬がこれら理想の実際的な重要性への理解を助けると主張しており、Linux カーネル開発者の自由よりも技術的な優位性に対し関心を持つことと対照的である。Linux カーネルの場合の自由より技術的な優位性に対する関心が勝っていることについてのよく知られ繰り返される例として長い間 Linux カーネルに ブロブと呼ばれる多くの非フリーなファームウェアや、その他の非フリーなライセンス条項のファイルに含まれてきたことが挙げられている。通常、オペレーティングシステムといえば、カーネル、ハードウェアと直接やり取りする特定のサブシステム、と、ユーザーランドと呼ばれる利用者、またはコンピュータを制御するアプリケーションソフトウェアに使用されるソフトウェアが含まれる。また、 GNU よび Linux という名称はどちらも意図的に Unix という名称が絡んでおり、Unix は常に概念的にカーネルと同様に C ライブラリーおよびユーザーランドツールを含んでいた。1991年の Linux カーネルのバージョン0.01から0.11へのリリースノートにおいて t o バ a ズ l s は悲しいことに カーネルはそれ自身ではあなたに何ももたらしません。Linux のほとんどのツールは GNU ソフトウェアを使用しています。と述べている。トーバルズはまた1992年のアンドリュー・タネンバウムとリーヌス・トーバルズの議論において指摘されたように Linux カーネルは完全なシステムのほんの一部でしかありませんと述べている。Linux という言葉は カーネル、オペレーティングシステム、あるいは Linux ディストリビューション全体のいずれかを指し、しばしばこの3つの間で混乱を招いている。メディア関係者は、トーバルズが1991年に Linux、オペレーティングシステム全体を一から作ったと断定してしまったり、トーバルズは他のグラフィカルインターフェースや GNU ツールのようなコンポーネントの開発を監督しているとか、 カーネルの新しいリリースはマイクロソフト Windows のようなカーネル以外の多くのものが同時に変わるプロプライエタリオペレーティングシステムと同様にユーザーの目に見える変更がなされているといった誤りをしばしば犯しているこの混乱のため SCO グループやアレクシスでトークビルインスティチューションが始めたような明らかにカーネルに対して向けられている法的脅迫や広報キャンペーンが オペレーティングシステム全体が標的とされていると思い込んだ多くの解説者によって誤解された。これらの組織も故意にこの混乱を利用したとして求断された。ストールマンの名称変更運動が自己中心主義、または個人な感情から生じているという指摘に対し、ストールマン本人は自分の関心は自分が賞賛されることではなく、 GNU プロジェクトにあると返答した。一部の人々は、それが私のエゴを満足させるためにやっていると思っている。言うまでもなく、私は、あなた方に、ストールメニクスと呼ぶようにお願いしてはいない。もう一つのよくある議論に対し、FSF は、多くの人々がそのシステムに貢献したことに、感謝の意を示し、 短い名前では彼ら全員の功績を称えることができないとして、そのシステムを Linux と呼ぶことは正当化できないと主張する。GNU、X11、Apache、Linux、Tex、Parl、Python、FreeSib といったような長い名前にするのも馬鹿げているので、あるところで区切りをつけ、その他多くの二次的な貢献の名称は省かざるを得ないでしょう。 適切な区切り位置というものはないので、あなたがどこで区切ろうが我々は反対しません。しかし、公正さとその功績の認知を満たすことのできない一つの言葉が Linux です。主要な貢献を省略し、二次的な貢献のみとするのでは、公正さを書き、すべての功績を認めることができません。GNU、Linux への言及が稀に メインストリームのソースにおいてのみ現れるのに対し、Linux は、より広く知られた名称になっている。ストールマンが人々に、GNU、Linux と呼ぶよう求め出した1990年代半ば頃には、すでにトーバルズが1991年から、複合システムに使用している、Linux という名前はポピュラーになっており、また、Linux は、GNU、Linux より短く、 言いやすかった。エリック・レモンドは、ジャーゴンファイルの、リナックスのエントリーで述べている、一部の人々は、リナックスという名称は、オペレーティングシステム全体に対してではなく、カーネルに対してのみ使用されるべきであると意義を唱えている。この主張はその根底にある、縄張り争いの替え玉になっており、GNU、リナックスという言葉を強く主張する人々は、 ストールマンと友人たちがユーザーレベルツールの多くを開発したことから FSF の Linux に対する功績を認めてもらうことを望んでいる。この理屈も GNU、Linux という言葉も少数の指示しか得られていない。リーナ・ストーバルズはドキュメンタリーレボリューション OS の中で GNU、Linux という名前は理にかなっているかという問いに対し答えている。 えっと、私はありにかなっていると思っています。が、それは、あなたが実際に、Linux の g n u ディストリビューションを作ったらの、話です。Red Hat Linux はいいでしょう。スセリナックスも、デビアンリナックスもです。あなたは、実際にあなた自身の Linux のディストリビューションを、作ったんですから、その名前をつけるのはあなたです。でも、Linux を総じて、g n u リナックスと呼ぶのはちょっとおかしいと思います。トーバルズのこの名称論争に関する初期のコメントでは以下のように述べている、うーん、この議論は十分長く続きました。どうもありがとう。その功績が十分に認められている限り、人が何をもってリナックスというかは本当に重要な問題ではありません。個人的にはこれからもずっとリナックスと呼び続けます。 同様な文脈でオペレーティングシステムの名前に関する議論は時々取るに足らない邪魔なものとみなされる。例えば、ジョンシー・ドボラクは、リナックスコミュニティは名前のようなものについてそのエネルギーのあまりに多くを費やしていると語っている。リナックスジャーナルは、ストールマンの GNU、リナックス名称の啓蒙活動は、リーナスが、 ストールマンがしたかったことで賞賛を得たことに対するフラストレーションに起因するのではないかと推測している。他の人々はそのメリットに関係なくストールマンの見込みのないように思われるこだわりが時々彼と GNU の印象を悪くしていると指摘する。例えばラリー・マクボイは功績を主張することはその人を愚かで欲張りに見せるだけだという見解を述べている。 Linux の名称を好む多くの利用者とベンダーは、カーネル以外にも、a p a c HTTP e h サーバー、X ウィンドウシステム、あるいは、KDE といった非 GNU ツールが、Linux カーネルベースの、エンドユーザーオペレーティングシステムに包含されている点を、指摘する。X ウィンドウの創設者、ジム・ゲッティーズは次のように述べている、たくさんの人々がこのバスに乗っています。 車輪を一輪外せば走る車にはなりませんが一方でエンジンや座席も欠かせません我々がバスを持っているということを喜んではどうでしょうか GNU、Linux はしばしばスラッシュもしくはプラスを発音せずに読まれるがストールマンは Linux カーネルそのものが GNU プロジェクトであるとの誤解を避けるためはっきりと スラッシュを発音することを推奨している。ありがとうございます。